ソーシャルメディアで中小企業の経営力は株式会社ソーシャルラジオの佐藤です。いや、はい、今回は企業やあとはスクールとか講師ですね、先生をやられている人の YouTube 活用の簡単な考え方についてお話をします。でですね、企業の方とお話しすること結構あります。そうするとですね、 YouTube とかそういったのってですね、難しいって言うんですよ。なんで難しいかって聞くと、でとにかく恥ずかしいとか、動画になるといざ何喋っていいのか分かんないっていう人が多いんですね。でまずですね、押さえてもらいたいことはね、そんなこと言ってる場合じゃないっていうことなんですよ。ビジネスっていろいろありますね。で、物を売る商売で、その物についてね、話すとか、もしくはその物だけを映して、そこにピックアップすればいいんですね。それはだって商品ですから、それを動画なりで映せばいい、伝えればいいんですけど、先生業っていうのは、商品がそもそも何かっていう話じゃないですか。これはね、当然ね、まあ、先生っていうの情報を伝えるね。やり方を伝えるということで、当然情報っていう側面があります。実はその一方で教えるっていう形もないものです。何が形があるかっていうと、結局はどういう人が教えてくれるのか、伝えてくれるのかっていう、その人の人柄なんですね。で、企業の方々っていうのは、先生業はこの2つが商品なんです。でしょ、すごいね、的確に教えてくれる何々先生っていうのが商品で、非常にブログとかね、ブログを一生懸命やられる方います。それはそれでいいんですけど、ブログだけではなかなか、要するに商品が全般が見えない、こっちが見えないので、で実際にブログを何回も読んでくれて、クライアントとして、オーダーをくれる人はいますけど、それは何回も読んでもらえないといけないじゃないですか。でも動画の場合、この2つが伝わりますから、そうすると、あ、その節税対策で動画見て、あ、この節税対策を解説している何々先生という方は非常に理論整然として素晴らしい先生です、じゃあ一度相談してみようかなって、その、ね、一発の動画で実際にお客さんからのご依頼をいただく可能性があるわけじゃないですか。その商品っていうのは、動画でこの2つを伝えることで、その商品を丸々お見せすることができるということをまず押さえておかなければいけません。でですね、それでは企業の先生方にですね、おすすめな YouTube 配信方法があります。まさに私が今やってるこいつなんですけど、このですね、講義、ね、ホワイトボードを使った講義形式の動画です。で、これ何がいいかっていうとですね、一番いいのは、まあ、さっき言ったんですが、特別になんか動画を撮ろうとするとですね、みたいな形になってしまうわけですよ。でも普段ね、そういったクライアントさんやセミナーとか勉強会とかでやってるっていうの、こうやってホワイトボードでやってるわけでしょ、書いてね。そうすると動画撮る前に、あ、今日はどういう話しようかなっていう感じで書いて、で、じゃあ今日はこの話しますって今私がやってる形式の通りにやれば普通に撮れますよね。簡単ですよね。でもう一つ、講義スタイルがいいところはですね、ここが重要ですね。先制公開ね。つまりこうやって講義で話してて、それなりに話していれば、その人の実績とか名声とか関係なく、その講義見たことでね、やっぱりあれなんですね、人ってね、こうやって講義してる人を先生として見るわけです。そうすると、あ、この先生はいいっていう形になるんで、ね、普通に、ね、事務所のとか机でわーって話すよりも、こうやって講義で話すことの方が信頼度が上がるしね、先生として見られることで、まあ、実際にね、オーダーにつながる可能性が上がるっていうことですね。ということで、今回のまとめです。企業などの先生業をされている方は YouTube を活用するので、ぜひ、ね、YouTube で講義をしてください。8円ではですね、こういった情報をどんどん配信しております。ブログでは、ひらがなで8円で検索。
YouTube の方のチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ソーシャルメディアで経営力アップ、株式会社8M、ソーシャルメディアの坂田でした。レジェンドリアー。